待て。お君、ここでジプシーを見なかったか。いや、知らない。そうか、ありがとう。申し訳ありません、閣下。見失いました。いまいましいジプシーめ。こんなことではわざわざ呼び戻した甲斐がないな、フィーバス隊長。ありがとう、助けてくれたのね。エスメラルダよ。リクだ。ジプシーというのは聞いたことがないからな。なぜ追われてたんだ。フロローがジプシー狩りを始めたせい。私たちジプシーはただ自由を愛しているだけなのに、フロローは規律で縛り付けようとする。ついにはジプシー狩りのために警備隊長まで呼び戻したらしい。その執念には強い闇を感じるわ。闇を抱えるものか。フロローのこと詳しく聞かせてくれ。あんな奴のこと知らない。でも大聖堂でなら何か教えてもらえるかもしれない。誰かいないか。どなたですか。俺はリク。僕はカジモドです。あいにく司祭様は出かけておりますので。いや、フロローのことを聞きたい。どこにいるか知らないか。ご主人様なら町外れの方へお勤めだそうです。フロローのことを知ってるのか。はい、もちろん。ご主人様は外の世界から僕を守ってくださっているんです。外の世界から守る。町の人が僕の姿を見ればいじめるに決まってるんだ。フロローにそう教えられたのか。人は見た目だけで判断できないさ。俺にも心を見抜いてくれた友達がいる。カジモドも外に出てそんな友達を作ればいい。そんなご主人様の言いつけで外に出てはいけないんだ。本当にフロローの言いつけだけなのか。カジモドをここに閉じ込めている理由は自分の心に聞いてみればいい。フロローは町の外れだったな。ありがとう。俺が言えたことじゃないな。大物か。何？まずいな。ひとまず逃げた方が良さそうだ。そこをどきたまえ、フィーバス隊長。どきません。彼らが何をしたというのです。
この家の者はジプシーを助けたのだ。それだけで？それだけで十分な罪なのだ。ああ、その魔物は？何を言ってるのかね、フィーバス隊長。これは魔物ではない、神の裁きだ。ジプシーどもを根絶やしにするために神が私に使わした力なのだ。なんということだ。やめた方がいい。ここまで闇に落ちてしまってはもう戻るのは難しい。この私が闇に落ちているだと？その目で確かめるがいい。裁きの炎がジプシーどもを炙り出すのをな。ここは通さない。大丈夫か？君の忠告を聞くべきだったよ。無理しない方がいい。あいつは俺に任せろ。すまない。情けないな、子供にすがるなんて。気にしなくていいさ、慣れてる。確かに俺よりも頼りになりそうだ。すまないが頼むよ。魔物が飛び去った方向からすると大聖堂の方だと思う。ああ、わかった。この世界は今暗黒時代だ。ジプシーどもが世の中を乱すせいで町は滅びようとしている。そうなのですか？私はね、20年かけてジプシーを始末してきた。しかし奴らは相も変わらずのさばり続けている。きっと町のどこかに隠れ家があるんだ。奴らをどうすれば？始末するのだ、一人残らずな。明快なご説明で。彼女は大丈夫なのか？カジモドが助けてくれた。カジモド、魔物はどこへ行った？大聖堂の屋上。わかった。僕も戦うよ。その気持ちだけで十分。カジモド、心の声が聞こえたんだな。手助けは必要なさそうだな。こんなの朝飯前。おや、さっき食べたばかりですよ。あ、そうか。いちいちいいんだよ、こんな時はこういうの。うるさいね、あんたたちは。ほら、新手が来たよ。よし、この上か。燃えろ、燃えろ、燃やし尽くしてしまえ。見たまえ、これが
神が私に使わした力だ。お前は心の闇に溺れているだけだ。まだ言うのか。お前も神の裁きを受けるがいい。裁くのだ。お前はアンセム。なぜお前が。お前の親友だからな。哀れ、闇に溺れた者の末路。闇に落ちたお前が言うのか。私は闇を制した者。お前も闇を制することができなければあの男と同じ末路が待っている。俺は夜明けへの道を行く。まだ闇を恐れているんだな。俺が闇を恐れている。いや、キーブレードはまだ握られている。光に導いてくれている。フロローは僕を金付き堂に閉じ込めたけど、僕の心は僕自身が閉じ込めていたんだ。リクの言葉で気づかされた。いや、俺自身のことでもあるんだ。君も心を閉じ込めるようなことが。誰にだって少しくらい心にしまっておきたいことがあるものよ。答えはゆっくり自分自身で見つければいいわ。
俺の心の行く末。なあアクセル、覚えてるか？ん？なんだよ。俺たちに約束しただろ。何を？何度いなくなっても必ず連れて帰るって。記憶してるか？親友の約束だ。ここは、俺はどうなったんだ？ロクサス？俺は。ディラン。エレンス。エベン。イエンツォ。人間に戻ったんだな。ここで帰還入りしたメンバーだけか。ゼアノートのやつは置いとくとして、あとはブライグとアイザ。